じゃあ最後のパフォーマンスに移りたいと思います。もう一度紹介します。路上詩人佐野ひとみです。では今から、僕たちの音楽と佐野ひとみの書でここに巨大な作品を残していきたいと思います。なかなか見る機会も珍しいと思うのでぜひ近くで感じてもらえたらと思います。今日のライブを迎えるにあたって実は、来てくれてるゆうこりんゆうこりんが実は先日大きな手術を、乗り越えて今日ここに来てくれました。で、僕もちょっと動画でメッセージを送らせてもらったんですけど、これからもずっとずっと向き合っていく、病気だと思うので何か今日少しでも英語を送れたらなと思ってその形を、3人でもう一度その曲を演奏したいと思います。みんなもぜひ、ゆうこりんの体の細胞が一つ一つが喜んで元気になっていくようなイメージを送ってもらえたらと思います。では送りたいと思います。
話すことも一緒に笑ったり手を取り合えることも全ての時間が愛しく思えたよ目の前の君を奇跡に思えたよずっとずっと前から知ってる気がする遥か遠い昔も出会っていたのかもねこの世界にこの時代にまた生まれたなら偶然も運命と僕ら思えるよなもう何もいらないよただ君がそこで笑ってくれたらいいなだからそのために僕があげられるものなら全部君にあげるよ世界中どこにいたって君のことを思って空を見上げるよああ君はどこで今どんな夢を見て何を願ってるかな
では最後に書き上がった言葉を体の方から読んでいってもらいたいと思います。ライブこれにて終了でございます。もう一度さらに大きな拍手をお願いします。そして今後のみに大きな拍手を、使っていただきましたみーさん、ありがとうございます。いつもかけて飲んでるだけではないんだぞと支えてくださってます。伊関さんの大きな拍手を。皆さん、本当にありがとうございました。じゃあこの後、時間の許す限り、佐野もそちらで今日は、1円からかな、お気持ちで書き下ろしをそっちでやってますので、ぜひ書いてもらってください。あと、渡るの CD ぜひ買ってやってください。今日このツアーのために合わせて頑張って CD を作ってきたそうなので、ぜひ聴いてもらえたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ僕前片付けていきます。